それでは西村監督のシーズン総括会見を始めさせていただきます。まあ結果的に、まあ、最下位というところで、ね、やっぱり終わってしまったんで、これはまあ自分もそうなんですけども、チーム全体としてですね、重くやっぱり受け止めていかないといけないと。やっぱり今年全ての面においてやっぱり課題っていうのは残りましたんで、これをどうやってクリアして来年につなげていくかっていうところですね。全てですね、はい、やっぱり全て、まあ、ピッチャーのところ、ね、先発若いピッチャー頑張ってくれたんですけども、その中でもまだまだやることがたくさんある。で中継ぎの方もやっぱ終盤になってそこの点を取られて、逆転されたっていうところも何試合かありますんで、そこもやっぱり、課題の一つとして挙げていかないといけないと。で野手におきましてはまずは打つ方ですね。やっぱり各バッターがいろんな状況の中で何をすべきかと、そこをしっかり考えていかないといけない。特に、走者があの得点圏に行った時の対応の仕方ですよね。これをやっぱりやっていかないと点はやっぱり取れていけないのかなっていうところがあります。で野手の方ではやっぱりこの失策ですよね、これがかなりやっぱり今年多かったんで、そこでピッチャーの足を引っ張ったり、そこからやっぱり失点につながったりっていうところもありましたんで、このピッチャーを含めた守りっていうところはまずしっかりしていかないといけないのかなっていうところですね。でまあ盗塁の数、これは結構いい数っていうところの結果を残したんですけども、あとも確率ですよね。やっぱりこの成功する、確率っていうところをもっともっとやっぱ上げていかないといけないっていうところです。名前を挙げるとすれば、ね、ピッチャーの方では山岡、はい、で山本由伸ですね、はい、まあ、他の選手も頑張ったんですけども、やっぱこの2人が、まあ、山岡はタイトル取ったんですけども、由伸もそこがかかってるっていうところで、野手の方ではやっぱり吉田正尚ですね、やっぱここはよく頑張ってくれたんですけども、まあ野手に関しても若い選手が、かなりのレベルアップはしたと思います、はい。まあ、強いて名前を挙げるんであれば今の3人かなというところですね。その過程ですね、今は、はい、ここをもっともっと、レベルをですね、上げていかないといけないというところですよね。まあ、今のままではやっぱり、レギュラーを取れるかどうかっていう、もう本当自分の力で、それなりの結果を出して、レギュラーを掴んでもらいたいっていう、そうしたらもっともっと言ったようにレベルを上げていかないといけないんじゃないかなと思います。まあ、本当ですよね、ルーキーにしては、はい、結構いい活躍はしてくれたんですけどね、まあ、数字的にも、はい、しっかりした数字は残してるんじゃないかなと思います。まあ、これ以上にやっぱりやれる選手だとは思ってますん でもっともっとやっぱり周りに刺激を与えられるような選手になってもらいたいというか、そういう活躍を望んでます。当然必要な選手には間違いないわけですから、だからそういった、ね、ベテランの選手がまずは自分たちで結果を残してもらって、若手を引っ張っていってもらうというところ、そういうところは期待しています。厳しいというか、それなりの、まあ、量というか、それはもうしっかりやっていかないといけないと思いますね。まあ、選手たちに話したのは、まずはやっぱり自分が変わることではないかなと思います。まず、自分もそうなんですけども、そこを変えていかないと、今までと同じようなことをやってると、同じ結果にしか、はい、ならないと思いますよね。まあ、来年もまた同じようなものになってしまうんじゃないかなと思いますので、厳しいというか、もう、各選手一人一人がその考えを変えていってくれれば、はい、そういう内容の練習になってくるんじゃないかなと思います。そうですね、そこはもう球団と話をしながらですね、はい、まだ今日1試合残ってますんでそこは試合が終わってからですね。いや、もうファンの方々には本当にこの温かいご声援をいただいたんですけれども、まあ、結果的に再開というところで、本当にこの申し訳ないという気持ちがやっぱり強いですね。ただ、まあ、来年においてはこの反省を踏まえていろんなものを変えていかないといけないというところで、もう来年を期待してもらうしかないです、はい。ただもう本当に1年間ありがとうございました。